おはよう。そう、リアルのみのちゃん起きてでございます。パッと目が覚めたらみのの配信が始まった。そんなに、そんな運命みたいなありますかね。やったー。今日朝ごはん何食べようかな。最近お母さんから絶対にヨーグルトは1個食べなさいって連絡が来るんですよ。朝に絶対にヨーグルト1個食べなさいって言い出しいですよ、ヨーグルト体に。だから食べなさいって来るんだけど、1個でいいって。なんかそれだけで違うらしい。みのちゃんおはようって。おはよう。もう電車乗っています。早っ。多分ファンの方のみんな乗ってる方多いんですね。出勤が早いです。グラノーラ食べたよって。いや、リナもグラノーラをね食べたいんだけど、でもポトフもあるの。毎朝食べてます。買って帰りました。あら、リナはねどんなヨーグルト、普通のさパックのなんかすごい見て全然顔が違くない。髪の毛まっすぐしてる方と、これリナの寝癖。え？見てすごくない？ほらやばくない？ほら見て、寝癖だよりなのこれ。なんかほら全然印象が違うよね。おはようございますとさ、おはようございます、ほら全然顔が違くない？おはようございますと、ほらすごい見て、こんな寝癖だけでさ印象が違うんだ。髪の毛ってちゃんとしてた方がいいんですね。なんでこうなるんだろう。おはようって、おはようって言ってくるのとさ、おはようって言ってくるの全然違うもんね。寝る寝癖ひどいんですよね。いつも前髪がスネ夫くんみたいになってるの。だから前髪濡らして、でやんないとやばい。おはようって、おはよう。そう、ヨーグルトはプレーンヨーグルト、無糖のあるじゃん、あれが意外とね食べれるようになったのよ。であれをお皿についでオリゴ糖、わかる？なんかそんなに甘くないというか、お砂糖じゃないやつ、抑えられてる砂糖みたいな、それをねかけるの。それがめちゃめちゃ美味しくておすすめです。あとはダノンかな、ダノン、ブルガリアだ、ブルガリアヨーグルトが好き。ブルガリアのイチゴとか、あとアロエが好きです。そうなんです。パルテノだって。パルテノって食べたことないけど、ちっちゃいやつでしょ、こんくらいの。コンビニで見たことある。そうなんです。蜂蜜もいいだって。確かに蜂蜜もいいんですけど、朝だったら蜂蜜食べるけど、たまにねお腹が空いた時ね、食べたい時とかは蜂蜜だと甘いので、あれにする。なんだっけ、オリゴ糖。
あれが美味しいですよ。あのね、みゆなんだっけ、何が好きなんだったっけ、みゆが美味しいって言ってるやつあったじゃん、タンパク質多いって言ってた、ヨーグルト。みんな何だったっけ、何だったっけ、色が美味しいって言ってたやつ。なんか的な、違うよ、何だったっけね、あれだ、何だったっけ、セブンじゃなくてイオンに売ってる、イオンに売ってるヨーグルトがめちゃめちゃ美味しいんです。イオンっていう話をね、確かしたことあるはず。イオンブランドのやつが美味しいんです。なんかね、何だった、ギリシャヨーグルトだ、ギリシャヨーグルトだが、なんか入ってるやつ、あれがめちゃめちゃ美味しいの。いちごとか、あのトップバリューやつかな、あれがすごい美味しくてめちゃめちゃ好き。通勤途中なので挨拶を、だっていらっしゃいの、いちご味とか美味しいですよ。イオンブランドのやつ、フルーツ、そうフルーツとか、あれモンブランがありました、このまま行ったら、あれは美味しいから食べてほしい。でもちょっと100、1個100円くらいするんですよ。でなんか結構なヨーグルトってやつだから、なんか苦手な方は苦手かもしれない。でも味がついてるやつだから、いちごとかは全然食べれそう、誰でも、甘いから。あのね、バニラが美味しいですよ。イノはそれのヨーグルトが一番好きだけど、まあたまにあのイオンに行った時があるから、その時に買ったりしてます。無糖に蜂蜜かけて食べます。そう、そういうのも美味しいよね、蜂蜜。でもたまにさ、フルーツを自分で切って、いちごとかキウイとか食べるのも美味しい。白桃のヨーグルトが好きって、わかる、めっちゃわかる。そうなのよ、見てまっすぐになったよ、じゃーん。なんか今あれですね、青いヨーグルトの、青いアバターさんの人が多いですね。はじめまして。なんかペンギンの、なんなんだろう、あ、 STU さんだ。今日いっぱい見に行くよね。なんかあるのかな、そうなんだな。ね、HKT は黒なのか。なるほどね。なるほどね。なるほど。今言ってるのはパーカーでーす。だらららでも STU さんといえば、福田あかりさん
とあのビスの撮影の時にお話をして、そうあの仲良くさせてもらいました。先輩なんですけど、そうお話する機会があって、そうなんです、初めて STU さんにお話しましたね、この間。そうですそうです。写真は撮れなかったんですけど、フリーがまだメイクはできてなくて、でもお話をねしました。すごい優しい方でびっくりして、なんかあれなんです、めちゃめちゃ優しい方でした。そうなの、ちょうどね撮影がリノよりも前にいた方だったから、そうなんですよ。だからでもなかなかさ、他のグループの彼とさ、お友達というか写真とか何お話する機会なくなってるじゃないですか。なんか結構最近グループっていう活動が多いからね。そう、でもなんか会ってみたい方もいっぱいいる。仲いいのっていうか、まだ1回しか会ってないんですけど、でもお話はしました。そうそうなんです。ビスだって、ビスはなんか全国で発売できるのが嬉しいですよね。そうなんか HKTV とかは見えるところが限られてるので見れません。応援パワーを送りますって方も多いんですけど、ねえ本屋さんに12月1日ですよ。だからもうちょっとだね。あとでも1ヶ月もないもん。あと15日寝たら会えますとか見れます15日ぜひ、何近い方、近いよ、何福岡のあの福岡に住んでたりとか福岡が近い方は、もしよかったらHMV さんの博多店さんに行くと、じゃん、ポストカードがもらえます。あ、もらえますってかランダムで、そう、あるのでぜひゲットしてみてください。のも行きたいと思います。そうなんです。どんな感じでランダムのやつが入ってるのかちょっと想像できないんですけど、あるらしい。そこの博多店のみらしいので、ありがとうございます。お、蜂の日やん、ありがとう。はち、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。588日です。パチパチ、ありがとうございます。久しぶりの朝配信ですね。最近は夜が多かったから、蜂の日、あと久しぶりにあれもしたいですね、あのカラオケ配信したいですね。かゆいかゆい、パチ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 、博多で買います。そう、博多で買うと、いなの、でもライダムだから何とも言えないですけど、ぜひ引き当ててください引き当ててください。嬉しいな、楽しみ楽しみ。ジョーの声聞くと眠たくなる。うん、
どうしようもできないですね。もうハキハキ喋るしか。タロの魚さん、かわいい、ありがとう。アイデーパパさんもありがとうございます。ぴょん。ペップのゆうさんもありがとう。てっちゃん、てっちゃん、いっぱいありがとうございます。たこ焼き、たこパー、ありがとう。コムさんもありがとうございます。タロの魚さんもありがとう。カッツン、ありがとうございます。ありがとう。1,2,3,4、ありがとう。朝からアシアン、ありがとう、ありがとうございます。須田まさきさんと小松菜さんねえ、いや何の映画見たんだっけ。糸は見ました。あとなんかもう一個なかったっけ。なんかね、なんかもう一個あったよね。なんだったっけな。びっくりしました。めっちゃすごーって思って。なんだったっけな。おはようだって。びっくりした。そう、でも映画とかねめっちゃ見るんですよ。ドラマも見ますし。おはようだって、おはよう。あ、溺れるナイフだ、それだ、それだ、それだ、見ました。結構ね、あの8月とかの時間あったじゃないですか。だから時間あったからドラマいっぱい見てました。41分だって。じゃあ55分くらいに終わりにしようかな。終わりにしようかな。なんかもう今年終わっちゃいそうなんだけど、メイクをしていきましょう。メイクをしていきます。ノリノリ、おはようだと、おはよう。で火曜日でしょ。おはようございます。今日はお仕事なので頑張ります。頑張るぞ、頑張る。火曜日だもんね。あ、お腹空いちゃった。11月も早いよね。でもなんか周年がやっぱあるので、そう、早く終わっちゃう。そう、もっと気づいたら周年なんだろうな。仕事頑張りの、だって頑張りの。まだ火曜日、今週長いリノ。でも先週 HKTV が放送されたんじゃないですか。で今日だったらめっちゃ早いんだけど、1週間早いと思っちゃった。だって先週 HKTV のリノさ、見てくださいってさ言ってたのにさ、もう HKTV の週になったんだよ。早くないね、やばいよね、やばいよね、本当に早い。なんか今週は早いか分かんないけど、でも1週間前 HKTV 放送されてたんだと思うとめちゃめちゃ早い。
そうね、今だって一昨日くらいに行った気持ちでいたもん。そんなこんなに早いんだと思って。まあでも今週はね公演があるので、そう楽しみ、めっちゃ久しぶりだもん。ピンクなくなっちゃったからね、すっごい楽しみです。早く会いたいな。HKTV は初回だけ見れました。そうだよね、あれどこで放送されてるんですか RKB さんって。あの全部放送されてるのかな、何なんだろう、福岡とどこで放送されてるのかな。スタジオは今週のやつかな、リノ出るの。いつのやつがスタジオ出る？今今週なのかな？あ、そういえば YouTube のね未公開のやつにのいたらしいので見てください。それだったらみんな見れると思います。なんかね HKTV のなんか未公開のところがあって、そこでリノのなんかテレビでは放送されてないのが見れるらしいので、リンク見つけて貼っとくので見てください。そうなの、見てね、ぜひ。おはようって、おはよう熊本だけど、あ、そうなんだ、見れません。見れませんな、だったんだ。姿勢が良いですって。そうそう、 HKTV もそうなんで、一日頑張ります。あ、いってらっしゃい、お仕事頑張れ頑張れ。そうなんです、昨日のリール寝る前で見ました。あ、そうリール見ましたか。リノもリール見ました。よきよきでした、よきよき。あんな長い棒が降りてくることあるんですね、めっちゃびっくりしました。がいつもいっぱい早く見てくれてありがとう。インスタリノ嬉しい。いいねありがとうだって。いいねはねその日のうちは結構します、全部見るんだけどね。なんか知らないけどリールは更新の通知が来ない。そうなの。でも一応昨日ツイッターのね、ツイッター載せました。来ないんだ通知、初めて知った。うん、なんだ、来ないらしいです。なんでだろう、もう写真がないんです。困ったなぁ。可愛かったでやんす、ありがとうやんす。みなちゃんのアカウントです。そっか、じゃあ通知がないとあれかもね、わからないね。そう、ストーリーとか載せましたよ。どこの海だって、唐津の海です。唐津、佐賀県ですね。大阪行きたいな。ダラ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 。お仕事行ってきます、いってらっしゃい。もう49分だ、頑張って。セリがいいってことは
あ、うん、写真撮りたすぎてだって撮ってねのしみ写真ないの、うん、ないのです。結構さ毎日載っけるじゃないですかインスタグラムに、そして写真がなくなるの。だから結構なんか全身のお洋服の写真と顔の写真ばらけて投稿することもあるんだけど、ないんだよね。そうなの。カラツ号、あ、出たい、めちゃめちゃ出たい、ラジオしてみたい、ラジオラジオしてみたいです、してみたい。あの姉ちゃんのやつも出たかった、大分のワッタンのやつ。今朝のジャケットの写真が可愛かったです、ありがとうございます。なんか自撮りをしないとなと思って、ないのです自撮りが、あんまりないから自撮りをしますね。だからメールがさ、メールがなんか変になってて、今配信を再開しますかって、おはようって書いとこう、おはよう、じゃあ55分までするね。だって結構いるの、佐賀県行ったよ、唐津城も行ったことある、後ろのバイキングが美味しいだって。そうなんだ、ランチバイキングだって行きたい。でも確か呼子のイカがあるじゃないですか、そこら辺は美味しいって聞いたから、めちゃめちゃ行ってみたい。ランチバイキングだって美味しいもんいっぱい食べたいな。あ、でもあの唐津バーガーも食べてみたくて、あと佐世保バーガーも食べてみたくて、美味しそうなやつがいっぱい。唐津城が見える海です、そうです。あ、そう、姉ちゃんのアイドルの時間も出てみたい。でも姉ちゃんの話好きなんですよ、そうだからラジオ一緒にしてみたい。どこいせ、今日はここまでだって、頑張りの、いってらっしゃい、バイバーイ、頑張れ。53分、じゃあ眉毛だけ描いたら終わりにしますね。呼子のイカは、季節によって違う、あ、そうなんだ。いいので、秋にね行った時食べれませんでした、人気で。あの3連休に行ったらダメだね。そうなの、クロッフルだって。なんだクロッフルって、なんだクロッフルって、知らない。そういうね食べ物のね話は弱いんです、わかんない。だからこの前初めてロールアイス食べたもん。おはようだって、おはよう。そろそろ行ってきます、いってらっしゃい。はま寿司だって、はま寿司食べたい。はま寿司でもさ美味しいよね、うん、好きです、めちゃめちゃ2番目くらいに好き。クロワッサンの、クロワッサンの生地のワッフル、それ美味しいの。
犬クロワッサン好きなんだ。実はメロンパンの方が好きだけど、実はクロワッサンも好きなの。好きなのです。タララ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 ラ。韓国にフェリーで行くだって。韓国ね、近いで、近いんでしょ、福岡から。いやー。ドゥルルルルルドゥルルルドゥルルルル。浜寿司すみっこ暮らしキャンペーン、わー、りなめっちゃすみっこ暮らし好きだった。今もまだあるんだね。りな小2の時にすみっこ暮らし好きでした。小学2年生の時、そう、あの時にすみっこ暮らしめっちゃ好きで、メモ帳も鉛筆もシャーペンも筆箱もキーホルダーも全部すみっこ暮らしだった。リノはね、白クマが好きでした。知ってます？すみっこ暮らし、リノは大好きだったの。あれはサンリオさんかな、何なんだろう、かわいいな、すみっこ暮らし。めちゃめちゃドゥルルルルタララ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 タラタタタタタラトルルルトルルルできた。すみっこ暮らしの映画やるみたい。そうなんだ、すごい。すみっこ暮らし好きだったよ。最近はちょっとあんま見てないけど、あ、そうなんだ、リラックマさん、あー確かにリラックマっぽいわ。リラックマもコリラックマが好きでした。でね、キャラパークっていうねお店があるのね。そのね、キャラパークってお店にね、よくね連れてってもらってた。でもやっぱりね、そうなんです。できた。じゃあ、あとはアイメイクさせたらお仕事に行けます。イエーイ。そうだった。アイリューパパさん、ありがとう。ピョン、いったっけ。カッツもありがとうございます。てっちゃんもありがとう。ではそろそろランキングを見たいと思います。じゃーん。朝のさ、朝のあれとは別に違くない？まこうるさい朝のさ、寝起きのリノとも全然違うでしょ。あとはだいぶお家出れます、これで。はい、一日頑張りましょう。10位のりさん、ありがとうございます。12位が TM さん、ありがとうございます。11位が岡本さん、ありがとうございます。10位がニシプ、ありがとうございます。9位がウィンパディさん、ありがとうございます。8位がハシムッチ、ありがとうございます。7位がザキザキザッキー、ありがとうございます。6位がプリントさん、ありがとうございます。5位がナツさん、ありがとうございます。4位が4位がタルの魚さん、ありがとうございます。3位がコムさん、ありがとうございます。2位がカッツン、ありがとうございます。1位がパッパカパーン、佐世保のてっちゃんでした。てっちゃん起きてる？今日も一日頑張りの、ありがとう朝からって感じでした。今日の配信
夜はまた多分お風呂上がりになっちゃうと思うけど、時間があったら行きたいと思います。頑張りの皆ちゃん、バイバイ。あとバイバイ。ではでは、今日も一日、せーの、せーの、大きな声で頑張りの、せーの、いってらーだって。行ってきます。まず朝ごはん食べます。せーの、頑張りの。はい、お利口です。みんななら頑張れます。ニノはメイクしてお仕事行ってきます。バイバイ、ありがとう。またね。バイバイ。またね。いっていらっしゃい。バイバイ。バイバイ。切ります。ありがとう。